それでは清瀬健康大学地域で広げよう健康の輪を始めさせていただきます。本日は藤田浩二先生をお迎えしご講演いただきます。藤田先生は東京都老人総合研究所地域保健部門プロジェクト研究員、秋田大学医学部医学系研究科博士課程を経て、秋田大学大学院助教として秋田県における自殺対策に携わられました。広島大学特任助教、自殺総合対策推進センター自殺総合対策研究室長、命支える自殺対策推進センター地域連携推進部地域連携室長を歴任され、2021年より現在の東京都健康長寿医療センター研究所社会参加と地域保健研究チームで活躍されています。それでは藤田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。本日は年末のお忙しい中、またお寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介いただきました、東京都健康長寿医療センター研究所の藤田と申します。本日は地域で広げよう健康の輪というテーマでお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はちょっとですね、時間がそんなに長くないものですから、ちょっと早口になるかもしれないんですけれど、皆さんのお手元に資料をお配りしておりますので、そちらを後ほどご覧になっていただければと思います。まずですね、生涯健康のためにということですね。この健康という言葉で、我々研究所では高齢者の健康、それからウェルビーイングというですね、ものを目指して研究をしております。ウェルビーイングという大きな目標はですね、漢字に置き換えると、まさにこの健康というですね、健康で幸せという字が全く当てはまると思いますので、我々もこの言葉を、目標に研究してまいりたいと思っております。まずですね、この生涯健康の目標ですけれど、こちらですね、お体の面の健康というだけではなくてですね、生きがいを感じ、安心安全で豊かな生活を送れることを意味しております。この生涯健康をですね、実現するためには、健康寿命、つまりですね、心身ともに自立した活動的な状態で生活できる期間っていうのを、できるだけですね、伸ばしていくことが重要になります。皆さんもですね、健康のためにいろいろ注意されたりとかですね、運動されたりとか、いろいろされてると思うんですけれど、健康のために生きてるわけではありませんよね。幸せで、生きがいのある人生を、送るために、そのためには健康であることが必要だということになります。それでですね、健康寿命という、考え方が、ありまして、皆さんもよくですね、マスコミ等でも最近は結構その話が出ておりますので、ご存知かと思うんですけれど、まずこの平均余命というのがあります。余命ですね。その中で、ですね、自立して、生活できる期間のことを健康余命と余命と呼んでおります。はい。それでですね、障害とかですね、要介護の期間、こちらを不健康な余命という期間になっております。ですからですね、この健康な健康余命、健康余命というのを、できるだけ長くして、かつこの不健康な部分というのをなるべく短くするということが大事なわけです。はい。この健康寿命、健康ですね、
平均寿命、健康寿命ともですね、男性女性とも、近年どんどん伸びてきておりまして、男性ですと、最新の、データではですね、健康寿命というのは、72.68 歳、2007年の時点で 70.33、2016年で 72.14 ですね、2019年で 72.68、 女性の場合ですね、2007年で 73.36、それから2016年で 73.36、 コロナ時ですね、それから、2019年で 75.38 と、伸びてきております。でですね、高齢者のですね、健康とはということで、1984年の WHO のですね、専門委員会におきまして、高齢者のですね、健康の定義というのが、それまでですね、死亡率とかですね、病気の罹患率とか、そういったものからですね、生活機能とはですね、日常生活を自立して、暮らせる能力のことを生活機能と言います。における自立とすることが提唱されました。でですね、高齢になればですね、病気の一つや二つ、あるのは当然という考え方からですね、その人の日常生活あるいは社会生活における自立性を健康の基準としました。これですね、無病息災から一病息災へということなんですけれど、無病息災というのは病気をしないで健康であることですが、一病息災というのは、ちょっとですね、ちょっとした病気が、ある人の方が逆にですね、体に注意したりとかするので、健康な人よりもかえって長生きするというような考え方でございます。はい、ですね、病気というのは、例えばですね、高血圧ですとか高脂血症とかですね、そういったものはだいたい加齢とともに多くなってまいりますので、そういった病気があっても、体に注意することによって、かえって、長生きできるという考え方なので、これですね、医療が発達しまして、早期、診断技術が進んだこと、それから高齢者が増加したことから、無病であるということがですね、ちょっと現実的ではなくなったということになります。で、持病があることをですね、これを否定的に捉えるのではなくてですね、生活習慣を良くしたりですね、健康管理のためにのエネルギーとして活用しよう、そういうポジティブな考え方でございます。つまりですね、たとえ病気を抱えていても、日常生活を自立して暮らせる限りは健康とみなします。反対に一方でですね、病気がなくとも、老化により自立した生活が不可能となれば健康ではないということになります。それから最近よくフレイルというのがトピックとして取り上げられることが多くなっております。フレイルというのはですね、加齢によって、身体、お体や心の働き、それから社会とのつながりがですね、弱くなった状態をフレイルと呼んでおります。はい、でフレイル高齢者の、5つの特徴としまして、まず体重が、減ってくる、体重減少というのがあります。これはですね、低栄養ということでございます。それから疲れやすい、それから筋力が低下してきた、ちょっとですね、階段登るのきつくなってきたとかですね、駅の階段ちょっときついとか、いろいろあると思うんですけれど、それから歩行速度、歩くですね、速さがちょっと遅くなってきた、それからですね、もう低活動量、あんまり活動しなくなってきた、不活発になってきた、そういったものが5つの特徴としてあります。そのうちですね、1つから2つ該当するものをフレイル、フレイルのちょっと前の状態になります。3つ以上が、該当する、当てはまるという方は、フレイルの可能性が高いということになります。皆さんいくつか当てはまるのありますでしょうか。いかがでしょうか。はい、ではこのですね、フレイルの状態の方、このフレイルの方っていうのは、介護が必要な状態ではないんですよ。要介護の前の状態ですから。
どれくらいの方が、フレイルに該当しているでしょうかということでですね。これはいろいろ研究によって若干数値は違っておりますが、このですね、佐竹先生のですね、失礼しました。2017年の研究によりますと、日本人の、地域にいらっしゃる、高齢者の方、16,251名のデータではですね、フレイルの、保有率、フレイルの方というのは、高齢者の方全体の 11.2% に該当するという調査結果になっております。ただですね、これ年齢によって、だいぶその割合というのは違ってまいります。65歳以上、75歳未満、74歳までですと、4%。それがですね、75歳以上、後期高齢者になる、75歳から、84歳までになりますと、16.2% の方がフレイルに該当していると。では85歳以上になりますと、これがですね、34.0% の方が、フレイルに該当するということになります。はい。でですね、この要、先ほどもちょっとお話しましたけれど、この介護が必要な状態を、不健康な期間、不健康な、余命と呼びます。でですね、この、健康寿命の中で、このフレイルという期間がこうあります。で、それが要介護の手前の状態になります。はい。で、この中の約 5% くらいの方は、介護保険の、要支援という、認定になっている方と言われております。それからですね、これ、要介護、要支援、介護保険制度の、要介護認定の受けられている方というのは、大体2割ぐらいいらっしゃるということになります。残りの、60% の方は平均的な方、高齢者の方になります。それから残り、それで、これで 80% で、残りの 20% の方は大変ちょっと壮健な方といいますか、恵まれた高齢者の方ということになります。で、こういった正規分布の形をしているということになります。はい。ですから、この、いかにしてこの残り2割のところの、介護が必要な状態になるのを防ぐかっていうことが大事になります。かつですね、このフレイルという状態はいろいろこう対策を取ればまたこう健康なところに戻ることができる、状態であります。ただこの、介護が必要な状態に なりますとなかなかこの健康な状態に戻るのは大変ということ難しいということになります。ではフレイルになるとどういった影響が出るでしょうかということなんですけれど、このフレイルという状態になりますと、まず転倒しやすくなる、先ほども筋肉がちょっと筋肉の量が低下してくるとか、ありましたけれど、転倒しやすくなるということがあります。で、これもですね、研究によりまして、このフリードさんたちの研究ではですね、フレイルではない健康な高齢者を1としますと、フレイルの前の状態ですと、1.2 倍、フレイルでは 1.3 倍、転倒する危険性が高くなるということになります。はい。次にですね、日常生活上の動作が低下しやすくなるということがあります。こちらですね、こちらも、非フレイルの、高齢者の方、健康な方を1としますと、プレフレイルでは 1.7 倍、フレイルでは、2.0 倍となります。それからですね、この入院のリスクが高くなるということがございます。こちらも、健康な方を1としますと、プレフレイルでは 1.1 倍、フレイルでは 1.3 倍、入院の危険性が高くなりますという結果が出ております。従いまして、ですね、この健康づくりの戦略というのをですね、中年期と更年期とではちょっと違ってまいります。中年期の方、中年の男性の方というのはですね、もちろん生活習慣病の予防というのが一番重要になってまいりますよね。
メタボリックシンドローム、メタボの、予防ですとか、そういったものが、戦略としては重要になっております。ただですね、高齢期になりますと老化予防を、イコール、心身機能の維持というので、ターゲットが今お話ししましたフレイル、これは虚弱という状態になりますが、フレイルになりますので、フレイル対策をしていくということが戦略としては重要になります。で、いくつかポイントがあるんですけれど、まずお食事を、しっかりですね、いろんな種類のお食事を、取りましょうということとですね、筋力とか足腰のしっかり維持しましょうということですね。こちらが運動。それからですね、社会というので、積極的に社会参加しましょうというのがあります。ポイントとして挙げられます。はい。で、このフレイルというのはですね、こう3つの側面がございまして、ちょっと多面的なものですから、これ多面的なんですけど、これがですね、ちょっと連鎖的に、連動して、影響し合うということが研究として分かっております。まず、ですね、一番はこの身体的な側面というのがありまして、こちらが筋力の低下ですとか、呼吸器の機能の低下ですとか、体重減少などでございます。それから精神的な側面として、記憶力の低下ですとか、気分の落ち込みなどがございます。それから社会的側面といたしまして、人や社会とのつながりの減少なんですね。それから孤立、孤独、それから閉じこもりなどがございまして、このですね、社会的な側面から低下しやすいという特徴がございますので、社会的な側面がちょっと低下してきたら、ちょっと注意しないといけないということになります。はい。なので、このフレイルをじゃ予防していくためにはどうしたらいいのかということなんですけれど、こちら3本柱ということでですね、研究所の研究とかでも明らかになっております。この3つを、ですね、主軸として対策をしていくと、大丈夫ということになります。はい。ですね、まず栄養バランス、ここの部分ですね、バランスの取れた食事ですとか、それから、習慣的な運動ね、それから、社会参加、こちら活発な外出とかですね、社会参加することが大事なんですね。で、どれか1つではなくですね、こう3つ揃えることを、意識していただいて、習慣化していっていただくということが、大切になります。はい。従いまして、このフレイル対策のポイントはこの3つの柱を揃えることとなりまして、これですね、研究所の研究なんですけれど、全く何も、実践していないっていう方を、100としますと、今言った3本柱のいずれか1つを実践されている方ですと、2年後にこのフレイルになる危険というのは、29%減ります。ね。で、いずれか2つを実践している方ではどうかと言いますと、44%も減ってきますと。ではですね、この3つ全てを実践している方はどうかというとですね、50%減りますということが、5380名をですね、のか方を、2年間追跡した研究で、明らかとなっております。研究所ではですね、こういった研究の、成果をですね、いろいろこう、皆さんに還元しているわけなんですけれど、健康長寿、新ガイドライン、エビデンスブックというのを出しております。健康長寿のためにはどうすればよいのかということを、ちゃんとしたエビデンスですね、研究の、結果に基づいて、12か条というのを作っております。どんなものがあるかというとですね、食生活と、まず1番、食生活、いろいろ食べて痩せと栄養不足を防ぎましょう。それから、お口の健康ですね、口の健康を守って、噛む力を維持しましょうというですね、これもすごく重要になります。それから体力、身体活動ですね、こちら、筋力プラス歩行力で生活体力をキープしましょう。それからこれですね、4番、後ほど
特にこの辺のお話をさせていただくんですけれど、社会参加ですね、私のところも社会参加 の研究をしているところなんですけれど、あの部門なんですけれど、外出交流活動で人や町とつながりましょうということですね。それから心の健康というのももちろん重要です。はい、それから自己予防、健康食品やサプリメントなんかも利用してみましょう。それから8番として地域力というのがあります。でこちらが、まあ、広げよう地域の輪ということでですね、地域力で みんな元気になりましょうということですね。こちらも後ほどご説明させていただきます。それから先ほどのフレイルですね、栄養、体力、社会参加の3本の矢でフレイルを防ぎましょう。それから認知症ですね、認知症を防ぎましょう。それから生活習慣病、高齢期の、持病をですね、適切にコントロールすることによって、まあ、それが悪くならないようにコントロールしていきましょうということになります。そのための知識を持ちましょうですね。で、まあ、いろいろとですね、フレイルの予防の筋力体操とかございますので、まあ、皆様のお手元に、お配りしていると思いますので、また見ていただければと思います。で、こういった筋力トレー、まあ、体操っていうのをですね、まあ、皆さんもされている方いらっしゃると思うんですけれど、運動というのは何歳から始めても効果があるのかっていうことになりますよね。はい。で、これもですね、研究の、がありまして、これ3051名の高齢者の方をですね、まあ、4年ごとに計8年間追跡した研究というのがあります。で、8年間ずっと運動習慣なしの方を1としますと、運動していたが途中で中止したという方では、2.4 ですね。すみません、こちら、横軸はヘルシーエイジングですね、健康な老いというのを、達成するということになります。ヘルシーエイジングというのはですね、主要な慢性疾患や、うつ、それから身体的認知的障害がなく生活している状態をヘルシーエイジングと呼んでます。で、中止して運動していたんですけど途中でやめてしまったよっていう方でも 2.4 倍、運動していなかったんですけれど、これまで運動してなかったんですけれど、途中から開始しましたよ、始めましたよっていう方では 3.4 倍、それから8年間ですね、追跡した8年間 の期間、ずっと運動習慣があって続けてたよっていう方では 7.7 倍になりますですね。なので、途中から始めても効果的ということになります。はい。で、まあ、体力を、保持、向上する運動の目安ということで、皆様のお手元にまたお配りさせていただいておりますので、こちらも、ご参考ください。それから今運動の話しましたけれど、この低栄養を防ぎましょうのところですね、いろいろと食べて、まあ、痩せ、専門的には痩身と言いますけれど、痩せと、それから、低栄養を防ぎましょうということになります。で、ですね、いろいろな種類のものを、ほとんど毎日食べている方を1点としてですね、この 10品目、合計10点満点で評価するっていうのを、我々の研究所では使っております。多様性得点と言います。食品摂取ですね。はい。で、このフレイルと食品の多様性を見ますと、ですね、食品の多様性の得点が低い方っていうのとは、筋力の減少っていうのの危険度が、高いということになります。ちょっとこれ色がちょっとあれ、ね、説明ができてないんですけど、この青いところが、あんまりですね、いろんな種類の食品を食べていない方になります。で、あんまりいろんな食品を食べていない方っていうのを青色の1というのにしてます。はい。そうすると4から6点の方、ですね、中程度の方、ですね、ほどほどにいろんな食品を取ってますよっていう方がこうオレンジ、
それから、食品の多様性が高い方、7点以上の方っていうのはですね、こちらのグレーになります。本当はちょっと色変えた方が良かったですね、失礼しました。そうするとこの危険度というのをあんまり何もいろんな種類を食べてません3点の方までですという方が1としますと、まあまあ食べてますよという4点から6点の方っていうのは、0.73、それから、よく食べてるという方が 0.28 になります。そういうのも握力の低下ですとか歩行速度の低下同じように言えますということなんですね。なのでこういった食品を、まあ、7点以上食べてくださいっていうのを出しております。それからですね、さあ食べよう、いろいろな食品ということで、まあ、合言葉は、まあ、さあ賑やかにいただくということですね。まあ、さあ賑やかにいただくっていうのに該当するものを、毎日7点以上食べてくださいということになります。はい。それからですね、皆さんの、まあ、いろんな能力、先ほども自立して送る能力というのを生活機能と呼んでおりましたけど、まあ、いろんな社会的な役割ですとか、状況を対応する知的能動性とかですね、いろいろこうあるんですけれど、で最も単純なものっていうのは、生命維持になります。で複雑最も複雑なものというのはですね、この社会的な役割というのですね。でこの人の能力っていうのはこの社会的役割からこう低下していくというふうに言われております。はい。それからですね、この、社会とのつながりですね、が少ないと、まあ、健康のみならず死亡のリスクも高いということがですね、まあ、健康に関連する、まあ、要因と死亡の関係というのを、まあ、148の、研究結果をまとめて分析した報告で、研究で報告されております。そうしますと、まあ、生活様式が死亡率に与える影響としては社会とのつながりが、少ないということが、まあ、一番影響が多いんだということが分かっております。まあ、喫煙ですとか過度の飲酒とかそれから肥満とかから比べても、まあ、社会とのつながりが少ないということが、まあ、とってもリスクが大きいということになるんですね。逆に言うと社会とのつながりが多いということはそれだけ寿命を健康な寿命を長くするということが示されております。したがってですね、社会とのつながりや近所の付き合いといった社会参加というのは健康にとって非常に重要になります。ちょっと飛ばします、はい。それからですね、全世代とも孤立している人っていうのはのメンタルヘルスっていうのは、まあ、低いということになります。こちらはですね、まあ、首都圏のある市でですね、調査した結果なんですけれど、まあ、若年期の人、それから中年期の人、高齢期の人すべて調べたんですけれど、まあ、孤立している人というのは、この精神的健康状態が低いという方が多くなります。孤立してない人から比べるとですね、これは全ての、ね世代年代で同じでした。はい。まあ、従いましてこの社会参加というのは非常に重要になって、まあ、人とですね社会とのつながりというのは健康にとってとても大切になります。健康長寿のですね、実現のためにはいくつになっても、まあ、人や社会とつながることが重要になります。ちょっと一つ飛ばしてしまったんですけど、はい。続きまして、地域における健康づくりは住民主体というところで、まあ地域にとつながって健康に、ソーシャルキャピタルというところをお話しさせていただきたいと思います。まずこのソーシャルキャピタルというのは皆さんそういった言葉お聞きになられたことございますでしょうか。初めてですね。はい。はい。ですね、あまり普段そうですね使わない言葉 だと思います。学問の世界では、まあ、結構使われてるんですね。特に近年ですね。
ソーシャルキャピタルというのはですね、社会、それから地域における、人々の、信頼関係ですとか結びつきを表します、表す言葉になります。で、このソーシャルキャピタルが豊かな地域ではお互いの信頼や協力が得られるためにですね、治安、それから経済、それから教育、それから健康や幸福感、まあ、ここは健康ですよね、なのに、良い影響があると言われております。いろいろ研究されておりまして、で、このソーシャルキャピタルですね、さまざまな効果があると言われております。まあ、こう代表的なものとしてはこの4つあるんですけれど、ソーシャルキャピタルと、ね、今お話ししました通り、まあ、社会や地域における人々のですね、信頼関係ですとか結びつきというのを、まあ、資源として、まあ、地域資源と して捉える考え方でございます。社会資源ですね。で、ソーシャルキャピタルが豊かな地域ではお互いの信頼がや協力を得られるために治安が良くなるって言われますね。犯罪の減少など、まあ、あれですね、皆さんもお住まいの地域で、まあ、例えばこのつながりが少ない、まあ、新しい人が入ってきて、あんまりこうつながりが少なくなったとかってですね、例えばゴミ捨ての決まりを守らないような人がいたとしたら、やっぱりなんか皆さんとしても気分悪いじゃないですか。ストレスになりますよね。それから、まあ、いろんなこう見守り機能みたいなのがあります。まあ、地域で犯罪が起こらないようにする、そういったですね、見守りのような形で犯罪の減少につながったりとかですね。それから経済としては地域経済の活性化ですとか、失業率の低下などというのがあります。教育ですね、教育水準の向上、それからコミュニケーションの能力の向上など、そしてこの健康になります。健康寿命の延伸、それから健康感、幸福感の向上、それからストレスの軽減などですね。これはさまざまな効果を持っておりまして、特に近年注目されているものなんです。はい。で、ちょっとスライドがちょっとごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけれど、これ地域のソーシャルキャピタルというのがですね、健康へ及ぶ影響を及ぼすその基礎なんですけれど、まあ、その信頼とか互衛性規範って書いてありますけれど、それから人々のつながり、ネットワークですね、そういったものが豊かな地域、ソーシャルキャピタルが豊かな地域では、まあ、こう健康づくりのですね、いろんな情報とかがまあ、いろいろこうしたらいいよとかですね、一緒に思考しましょうみたいな感じのがあるので、それはすごくいいということになります。それから、非公的な社会統制、周囲の目ということで、先ほどの犯罪の抑止があります。それから集団的な効用として、まあ、地域づくりの、まあ、政策提言を、まあ、していくとかですね、みんなでまとまってですね、そういったもの、条例制定なんかにつながることがあります。それからストレスの低減ですとね、皆さん、まあ、いい信頼関係でつながっていれば、このストレスっていうのは、まあ、低減されるということなんですね。まあ、互助による安心というのもあります。そして安心安全な環境整備ですとか、が行われて、ソーシャルキャピタルが低いという、まあ、そういった人にも恩恵があります。つまりですね、地域全体の健康水準に、好影響を及ぼすということになります。はい。で、この地域のとのつながり、地域のつながりが健康の鍵ということでですね、まあ、近隣への、信頼感が高い地域ほどフレイルの人が少ないということが研究によって明らかになっております。これ、近隣の人は、信頼できると回答した人の、割合が横軸で、縦軸がフレイルに当てはまる人になります。そうすると、信頼できると回答した人の割合が多い、地域ほど、フレイルに回答する人というのは少なくなっているということが分かります。はい。まあ、男女ともそういうことが言えますが、特に角度の、大きいのは男性になります。で、男性では特にこの近所の人は信頼できると回答した人が多いエリアというのは、まあ、すごくフレイルの
当てはまる人が少なくなるよということになります。まあ、女性の場合はなんか普段からこうお互いにいろいろコミュニケーションを図ってるわっていう方もエリアも多いと思いますので、はい。で、近隣の人への信頼度が高い地域ほど住民の抑うつが軽減されるっていうのがあります。で、こちら近隣の人への、信頼度得点が、まあ高い、まあ、信頼がとても信頼している地域、それからこの抑うつ得点が、まあ、低いほど抑うつじゃないということになりますので、こちらも住民の抑うつというのは軽減されているということが調査によって分かっております。それからですね、清瀬市さんの方でも、この以前健康ポイント事業というのをやっておられまして、でですね、2017年度参加者のソーシャルキャピタルの変化というのをここに表しております。はい。で、事業開始前と、1年後で、ソーシャルキャピタルの特典の変化っていうのが、初めに事業開始前に、低得点だった人がかなり向上したっていうのがありますので、この健康ポイント事業に参加することによって、ソーシャルキャピタルっていうのは良くなったっていうことになります。特にもともと低かった人が高くなったっていう結果が出ております。はい。それからヘルスリテラシーなんかもやっぱりこう、変化が見られたということになっておりますので、はい、この健康ポイント事業によってですね。でですね、このソーシャルキャピタルっていうのはとてもいいっていうのは今お話した通りなんですけれど、ですね、すぐにこう地域で良くなるっていうわけではありません。よくソーシャルキャピタルというのは情勢という言葉を使われております。人々のですね、信頼関係や結びつきというのはすぐには強まりません。情勢というのはですね、お酒や味噌などを発酵させて作るように一定の範囲の人々の間に少しずつ特定の雰囲気や考え方、それから信頼感などを、時間をかけて形成するということを意味しております。まあ、お酒ですよね。お酒とかそういった発酵させるものね。まあ、何が言いたいかと言いますと、つまりは日頃の取り組みが重要なんですよということになります。続きまして、地域における健康づくりは、まあ、住民主体ですということですね。我々特に公衆衛生の分野はヘルスプロモーションっていうのを考え方がすごく大事になっております。で、まあですね、ちょっとこの話どうなのか、まあ、皆さんちょっと考えていただければと思うんですけれど、まあ、最近ですね、お腹が少し出てきたことを気にしている人がいますが、どうしますっていうことですと、皆さんに聞くとですね、どういったアドバイスしますかっていうと、大体ですね、運動しましょうとかですね、食事に気をつけましょうっていうのが大体皆さんのお答えになると思います。ただですね、皆さんも逆に皆さんにが他の方にアドバイスを受ける場合でもですね、こういった状況ですと運動とか栄養っていうのは大体もう分かってるじゃないですか。それはそうだなと思うと思うんですけど、つまり なぜそれができないかって、続けられないかっていうことがやっぱり問題なわけなんですよね。で、このヘルスプロモーションの考え方から言いますと、健康づくりというのは個人だけではなくって社会的な取り組みが大事なんですよということになります。健康をですね、広い意味での社会的、枠組みの中で捉えること、すなわち人々の健康を向上させるためには、個人への働きかけだけではなくですね、人々を取り巻く社会的環境を含むですね、さまざまな環境への働きかけというのが重要になります。それからですね、病気の予防、疾病予防のように単に悪い状態をになるのを防ぐというですね、消極的な姿勢っていうのではなくですね、住民が自発的に健康を向上させる力を持つという積極的な姿勢が重要となります。まあ、つまりはやっぱりですね、自分から健康づくりをしていく、それから
まあ、楽しくしていくっていうこと、楽しみながらやっていくことができる、そういったあの環境ですとか、そういったものが重要になります。はい、まあ、いろいろこうですね、あの最近、まあ、いろいろ出てますけれど、まあ、自助、互助、共助、公助っていうのがあります。ただですね、健康づくりっていうのはもちろん自助っていうのは大切なんですけれど、この互助というのも非常に重要になります。それからもちろんこの共助ですね、介護保険とか医療保険などのサービスっていうのもあの、まあ、大事になりますけれど、まあ、まず自分自身のケアですね、それに、みんなの皆さんの助け合いっていうのが必要になります。つまり地域づくりで取り組む健康づくりというですね、あの個人での取り組み、個人だけではなかなか続かないんですよね。やっぱり三日坊主になったりとかですね、その限界があるわけです。で、健康にそもそも関心がないと実践できませんということになりますので、まあ、個人の努力、一人で押すのは大変だよって、こう個人の努力だけでやっていくのは大変です。健康づくり、フレイル予防は大変です。地域づくりぐるみでの取り組みをやりますと、みんなが一緒なら押す力が強くなって楽に取り組みをやります。だから健康に関心がなくても実践できます。困りごとも支え合えますということで、みんなでこう頑張れば、個人一人で頑張るよりも楽に健康づくり、フレイル予防ができますよということなんですね。従いまして、地域づくりで、地域ぐるみで住民主体で健康づくりしていくということが非常に重要になります。はい、まあ、生涯健康のための健康づくりはとはということですが、まあ、つまり病気にならないということをですね、目標に完璧な生活習慣を求めるというやり方ですと、まあ、生活の質を落とさせても、まあ、健康のためには死んでもいいっていうような感じの、あの生活の質を落とさせてでもかあの過剰な努力をしますっていうことになります。そうするとこの自己実現とか意欲阻害とかですね、それからストレスにつながっていくわけなんですね。つまり続かないっていうことになります。で、健康づくりっていうのは一人一人が生き生きと生きるための一つの手段であって、主役は行政や、専門家だ、ではなくてですね、あくまでも皆さんですね、あの住民の皆さんが、まあ、あのその中心になります。そういうのを住民主体と言いますね。で、健康づくりを進めていくためには人々が楽しくなければ、まあ、長続きしませんですね。ダイエット長続きしないですよね。やっぱり楽しくないですもんね。はい、それからですね、この、住民主体の地域づくりによって、ソーシャルキャピタルを醸成していくっていうことがですね、住民の心身とともに健康かっこウェルビーイングの実現につながります。健康づくりというのはですね、住民の皆さん一人一人が主役になります。いつまでも生き生きと、住み慣れた地域で生きていくために、地域におけるですね、健康づくりというのを、推進していきましょうということになります。で、その中でもキーワードは社会参加になります。積極的にですね、地域との関わりを持って、また周りの人を支えましょうということで、今日この、健康大学にいらっしゃ参加されている方というのは全く心配ないと思うんですけれど、地域を見回していただくと全く社会参加してない人というのが結構 いらっしゃると思うんですよ。ぜひそういう方にですね、目を向けていただいて、次こういった健康大学っていう取り組みがありますよっていうことをですね、お伝えいただければと思います。はい、それから、地域住民がソーシャルキャピタルを醸成させるためには、地域のボランティア活動や福祉、趣味、それから環境保護、国際交流、支援などの、活動団体に参加するっていうことが有効になります。また地域のイベントに参加したりですね、地域の人々と交流するということもいいです。なので皆さんの周りにそういったちょっと家に閉じこもっているってあんまり外に出ないような方とかですね、いらっしゃいましたら、まあ、ちょっとそういったお声掛けとかしていただけると、とても助かりますというかですね、とても地域にとってもすごくいいことになりますので、はい。でですね、このどう社会参加すれば、じゃあどう社会参加すればいいのか、分からないっていう方いらっしゃると思うんですね。で、
で、そういう方にはまずですね、地域のボランティア活動などから、まあ、ボランティア活動から始めてみるっていうのが結構おすすめなんですね。ボランティア活動っていうのは結構参加しやすいっていうところがあります。でですね、このボランティア活動っていうのは、ボランティア活動に参加することによって期待される効果っていうのがあります。まあ、少子高齢化、人口減少が、進行する中ですね、高齢者は支えられる存在から支えられるべき存在からですねとなり得る、それはもちろんなり得るんですけれど、一方で、就労やボランティアといったですね社会貢献の担い手としても期待されます。これからですね、もちろん、社会参加の中でも特にボランティア活動というのは、高齢期からでも始められる活動でして、活動を継続することによってみまして、高齢者の心身機能の改善や維持、社会性に好影響を及ぼすとの報告がございます、多くあります。これは結構多く研究とかで報告されております。で、高齢者のボランティア活動への参加及び継続はですね、健康寿命の延伸だけではなく、ウェルビーイングの維持向上においても良い影響をもたらすことになります。もたらすことが期待されるんですね。はい。でですね、最後に、地域の居場所を生かして健康づくりというお話を、させていただきます。で、我々の研究所ですね、最近特にこの居場所というのをですね、特に重視して研究を行っております。で、住民がお互いにつながる、地域の居場所ということでですね、居場所とは、そこにいること、属することで安らぐことができる、安心していられる、やりがい、自己実現、楽しみなどを感じられる、場所、活動場所を言います。で、まあ、地域にはですね、お茶を飲んでおしゃべりをしながら気軽に過ごしたりですね、健康づくりのために体操や運動する場所、活動だけではなくってですね、まあ、皆さんが自然に集まって緩やかなつながりを持ちながら交流したりする居場所っていうのも多様にあります。まあ、居心地のですね、良い場所、まあ、いい場所がですね、まさに居場所あります。で、高齢者の居場所ですね、今のような地域の居場所を、我々はこうタイプ0と、分類しております。で、この今ですね、通いの場の整備っていうのを結構拡充されておりまして、まあ、地域にあるんですけれど、結構ですね、体操とか運動がメインなんですね。みんなで集まって、まあですね、体操しましょうっていう。それはご当地体操だったり、まあ、いろいろあるんですけれど、ね、ただ、やっぱり体操とか運動とかはちょっと苦手だなとかっていう方もいらっしゃいます。そういう方はちょっと参加しづらいとかですね。ちょっとなんか集まってやっぱりやるのちょっと苦手なんですよね、まずはっていう方もいらっしゃいます。それから何かの役割を担うのはちょっと苦手なんですよねっていう方もいらっしゃいます。それからですね、まあちょっと我々一番問題だなと思ってるのは、そういった場所に男性の方がやっぱり参加少ないんですよね、うん、で、なんとか男性の方にもそういった場所に参加していただきたいっていうふうに、ちょっと我々は本当に日々まあ、いろんな取り組みをやったり研究をしたりとかしてるんですけれど、そういった場合にこの地域の、居場所を活用できないかなっていうふうに今ちょっと考えておりまして、まあ、地域の居場所でしたらこうマイペースですね、好きなところに行くことができます。それから気の合う人が、まあ、多いということですね。気の合う人が集まっていることが多い。それからなんとなく緩いつながりが良いっていう方が、まあ、いらっしゃる。それから、趣味の合う人が集まっているっていうことですね。例えばこの公園ですとか、そういったところでもいいですし、毎日こう犬の散歩でこう集まっているとかですね、ちょっと私の住んでるところの近くには板橋なんですけれど、釣り堀がありまして、毎朝男性の方ばっかりがですねこう集まって、みんなで集合してからさあ釣りを始めましょうみたいな感じのやってるんですけれど、ね、やっぱ男性ですとどうしてもそのまあ、最初あんまりこう人とずっと話すのは嫌だっていう人もいらっしゃるので、どうしてもパチンコとかって、ね、なったりとかする人もいるんですけれど、
やっぱりね、まずはそういった釣り堀とかそういうのからも釣りが好きであれば始めてみてもいいですし、まあ、釣りしたことがない人でしたら進めていただいてもいいかなと思います。で、自分に合った地域の居場所、このタイプ0を見つけて健康になりましょうということですね。自分に合った活動の場を見つけられる、社会参加の選択肢っていうのが多様になりますということですね。居心地の良い、活動場なので長続きしますよですね。それから何といっても男性が参加しやすいっていうのがあります。それからですね、もっといいのは、例えば高齢の方だけではなくって、いろんな世代の方が集まっているような場所っていうのありますよね。まあ、公園なんかもそうかもしれませんし、ショッピングモールとかでもいいですよ。そういったところでもいいと思います。馴染みのお店でもいいです。行きつけのお店とかでもそういうところでもいいんですけれど、はい、継続的に通える居場所があることで、介護予防、フレイル予防や、健康寿命の延伸につながります。ここ重要ですよね。で、それからですね、そういった場所に集まっていれば行けば、なんか困りごととかですね、悩みごとを誰かに相談するような機会っていうのも得られますよね。そこに行かなければ家で閉じこもっていたばっかりだとなかなかそういう機会はありません。それから居場所にいる他の方がそういった方に気がついてあげるっていう、気がつくっていう機会にもなります。それからですね、地域のソーシャルキャピタルが向上します。で、こういうことでウェルビーイングが向上しますということになります。つまり居場所で住民がつながることで健康にということですね。まあ、地域には通いの場をはじめ多様なつながりの場ですね、タイプ0の居場所がたくさんあるので参加することで社会参加ができますよということになります。はい。それからですね、清瀬市さんではこの障害学習ガイド、皆さんもご存じだと思うんですけど、学びストとかそういういろいろこう出されてるんですね。まあ、そういった通いの場ですよね、そういったところの情報がいっぱい載っておりますので、ですね、読んでないとかっていう方で社会参加したいする必要があるんだけれどできないんだよなっていう方とかにもぜひ進めていただければと思います。はい、ではご清聴ありがとうございました。藤田先生、どうもありがとうございました。